まみちゃん、明日からちょっと2日間よろしくお願いします。いやの新幹線9時半なよく、うん、えいええ何クソ鼻鳴るヨウ君とヨウ君これヨウ君これ誰明日から東京に、前回は私一人で東京に行ったんですけど、今回はかなみちゃんと私二人で、ヨウ君はバーバに任せる事情があるのでバーバに任して、マミちゃんマミちゃんマミバーマミバーって言うなマミバーに任して行ってきたいと思います。かなみちゃんが大阪から上着忘れてきたんでマミちゃんから上着を借りようかっていう、これ私色違い持ってるんやけど、持ってるこの色ほんまにマタギマタギマジマタギやマタギウェアよこれは、はい、あ、また新作出てきた、新作これはでも気に入ってるからファンが嫌やっていうのかっつい大きなロデオクラウンしかもロデオクラウンのロゴ、右斜めないの真後ろじゃないんやろ、それ可愛くない俺好きちゃうねんなうるさいいいやんなこの音か、ほんまに。下ピスタチオだろ。ピスタチオか、まあ緑緑になるんやったらもうこれを。あ、借りよう、二つとも借りようかっていう話。これイグアナってこれちゃうか。それまたこれイグアナ。そっちがまたげで、こっちがイグアナ柄のドスジャグだす。マミちゃんそれこれ着てたことある？じゃあこれ皿やで。皿なの？これあと何年前だった？3、4年前。タグついてないなんか。見て、あ、そうそうそう。タグついとるタグついとるやん、はい、マミちゃんも買ったのにキーヒンタイプなびっくりするぐらい重たいですこの上着ね重たすぎる肩こるんですこのオーバーサイズの時代にこんなピチピチのアウター着てるやつはおらんのよ父で顔やもんからなさすがにしまうマスされるってまたするしよまた無視されるってやめときよ気色悪いんやってなんだよなこのコンテストの優勝またぎかもしれないじゃあね行きましょうっと見えるスッとは見えれへんで、ね、もはやもう上着を諦めるという選択肢はないあ夜寒かったらどうするつもり凍える買う買うんじゃなユニクロで買うユニクロやったらあれ持っていけばいいだから緑緑になるやんあれも緑やんけなうるさいなあそのままでそんな文句言われるいやまたぎがいいとまたぎやなまたぎやなねえ暑いじゃんいやなんなんせ風邪ひいて帰ってこんといてやねえ俺もそんな厚着ちゃうでめっちゃ薄いコートに中ヒートテックトレーナーヒートテックも持ってきてたアッポーやエアリズムしか持ってきてたアッポーやちゃうであんたほんまに室内の暑さなめたらあかんで東京のこんな意味おるお前マミちゃんってヒートテック持ってないヒートテックあるよ1枚だけそこねいや肩こんねんてほんで2人ともブラジャーしてもらっていい取られへんモザイクかけてたろマミちゃんそれをお守りに持っていこうこれ穴開いてるなんて言うんやったっけ穴開いてるわあ、わかるけどわかるってどこが塗ったらええ塗ったらええとか塗るのいやいや、塗れるそうよ、それはこれ私のちゃうと思ってあんたいほらはいまあまあノーブラでも大丈夫ノーブラでも大丈夫ノーブラでも大丈夫なストールゲットしたのが冗談ってんだけどめっちゃ受けてるそんな意味おもろないマミちゃん冗談やマミちゃん、ツボおかしいどこ行こう縫いに行くる前のオーナーのオーナーの先生がこれ入ってへぇ結婚するときにちょっとしてえ、無理や。やる、やるけど。一発やん。すごい。無理よるもん。おはようございます。何か言ったら分かるんですか？モザイクかけてくださいよ、ちゃんと。家族3人とも目がパンパンです。おはようございます。あー、触る。よく今日から、マミちゃんと京都でお留守番です。頑張ってください。マミちゃんが頑張る。あの人、コストコパーカーやで、あれ。コストコの人はみんなそうやでコストコの人はコストコパーカー着てんだコストコにハマってる人ビッグなんていうのなえコストコにハマってる人はみんなコストコパーカー着てんコストコ信者みたいなのがいてあ、そうなパーカー着て行きはんほんならマミちゃんは桃テラス信者や桃テラスのパーカー作ろうかなみちゃん泉谷信者や
なんか最高額はいくらかっていうのやったはず。あ、コストコの中の商品で買い物した。あ、その日の。そう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 。36万なんぼやった。テレビ買いはった日。マミちゃんちのテレビ何インチ？40。いやいやいや。50ない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 。だって前のが38、7かなんかで。絶対嘘、そんな本部なまれやって。これ50あるから絶対。これはまああるかもしれない。買うと1000円。安いな。なんであんたら1000円が安い。1000円バカに、あいた。わかりました。あんたはバカに。人材店やなんだって。人材店や。はい、お肉、お肉。痩せたら？痩せてる。お願いします。行ってきます。バイバイ。よろしくお願いします。いいから早くバス。よろしくお願いします。ということで今から、東京の方へ向かっていきたいと思います。今ねバス停でバス待ち。バス待ち。バス待ちっくりんやな。どう調子は？今ねスマート EX の乗車がなんかうまいこといかへんってかなむちゃんだけ取り残されてるんですけど、私はなぜか入れました。行けました。かなむちゃん待ちたいと思います。言ったらあれよ、ここ乗り換え口だから、あの入場の証明が必要やったけど、私はピタパで在来線乗ってしまって、だからモバイルイコカで乗ってたら普通にピッと取れたんやけどっていう。レンカスバイブスです。そういうさ喫煙所でもさ、わかる、今さ灰皿めっちゃ少ないやん。アイコスの人とか多いから。そうやん。それでもこの灰皿の前まん前にジンドルアイコスマン後を絶たへんねやけど、中央ですやんやん習慣。昔の遺伝子が残ってこれ、ま、でもあれやん、別に普通に JR 乗車してたら手こずることなくほんま乗れてたと。そうやで、ね、だって翼くん行けたやろ。俺行けたびっくりした。行くんやろ。原始人かお前。今はなそういう時代なんや。え、今はそういう時代なんや。パルネ見つけた。シャルネも美味しいし、これめっちゃうまいんや。ジャンボポテト、これめっちゃうまいし、これもうまい。このゴマのパンな、これいらんねん。朝ごはん食べたの。私はちょっともう一回食べたいね。もう一回食べる。さすがに。さすが。はい、え、あげへんで。いらんで。一口もやで。いらんで。コールドブリューコーヒー。まあもうできた。あ、今日結局またぎを着てきた。またぎを着てきた。塗ってもらったのね。塗ってもらったのに、ほんまや。あ、もらうときにさ、プラスチックのストローくださいって言ってほしい。プラスチックのストロー、一時言わなかった。うん、言ってた。わかりました。お願いします。はい。プラスチックのストローをもらいます。捕まりました。あれ財布ない。スタバ。スタバやな。何？財布ないって今言ったやんな。は？あった。さあ、さあ行きますよ。鳴らせやと思われるやん。これですね。はい、これから東京へ向かっていきます。私は編集します。頑張ってね、はい、私は寝るね。寝ま、寝てください、はい。東京に到着しました。本当です。ここが男の人ばっかりやな。てかさ、私思ってんけどな、うん、手土産とかいらんかった。事務所の人とかやっぱちょっと媚び打っとかなかったわいら交通費払っとんの。
確かにそれは言えてる、うん、往復5万8000ぐらい使ってるのか。それは嘘か。4000円ぐらいですよ。ほんまに爪痕残して。今回考えてんのは、前回俺チンコロ出して帰ってきたから、今回は夫婦で裸踊る。ほんまに迷惑。できんなる、できんなる。駅員ちゃう、できん。できん。駅やから駅かと思う。一人で会ったのは他人のふりするからです。無理やろ。誰この下品な男、誰。ポスターの中心に嫁を叫ぶわ。カナムちゃん。ちょ、ほんまにやめて。あ、いた。左なんです。左。大阪は右。この前も言ったけど、東京をいきなり感じることができるのはエスカレーター。おお、いけます。何もされてるんですか。確かにあれ入れたらダメなんや。あれ切符じゃないですから。今から山の線に乗って月島の方に向かいたいと思います。行ってまいります。はい、ここからナレーションでね、月島到着しました。はい、だるまっていうお店なんですけど。はい、美味しかったな。美味しかった。何頼んだやったっけ。もち明太子チーズもんじゃと、うん、豚キムチ焼きそば。そう。ほんで俺あの顔が酒飲めそうやから、ビール絶対俺の前に絶対俺。その後に俺がラムネをぶちこぼす。ありがとうございます。でこっからね、乾杯してあのもんじゃ作ってもらうんですけど、そこはそのまま音声使えるんで、はい、いきます。あの BGM をね、書き消すために僕たちのナレーションでお伝えしておりますから、こっからジューンって言ったらいけるんで。お兄さん東京の人じゃなさそうですね。お、だってなんかお客さんと食べらなさそうじゃない。僕ら大阪に。それは偏見。それは偏見よ。関西ではないです。違います。比較的喋る方が多い。焼いてる時つまんないですよね。でもなんかめっちゃ愛想のないお客さんやったら。愛想のない。ナレーションの方戻ってきました。はい。あのね、顔近くで喋らへんかった、音声入らへんから、顔近くでやらせてもらってる。ほんまに嫌やわ。なんかでもこの店員さんめっちゃいい人やった。うん、めっちゃいいお兄ちゃんやったな。なんかあのラムネこぼしても一つも文句言わんってやってくれ。いや、ほんまにムカついた、マジで。あれほんまにムカついた。なんでそんなことすると思う。花見ちゃんのホーマンバディにスプラッシュしてたもん。ほんまにほんまにおっちょこちょいやね。いや、そうやな、俺おっちょこちょいやね。俺あのこん時な、そうやって明太子ちゃんはたらこ切るんやって思ってた。あとなんか思ったよりジューって後半はならへんねんなって思ってたな。確かに、まあ、お席にもこん時は美味しいとは思えへんけど。こん時は美味しそうとは思えへんねんけど、やっぱでも出来上がったのはマジで。いや、ほんまに美味しいよ。明太もちチーズと何悩んだんだっけ。生イカとシソのやつみたいなやつ、そう食べたら、でもやっぱり南明太もちチーズかな。やっぱ定番やから。定番やから食べたいよ。もんじゃをこんなに絨毯みたいに広げると思ってなかった。翼くん初めてやもんな。俺初めて屋さんでもんじゃ食べる。東京のもんじゃ屋さんでもんじゃ食べるの初めて。あ、そうやな、大阪ではあるか。だから本場に来たのはこの時初めて。私さ、もんじゃをさ、いっぱい食べたいのにさ、つばさくんさ、豚キムチ焼きそば食べるとか言い出したやん。いや、そうやな、ほんまにお腹いっぱいならんと思ったからな。やっ
からさ、この後もんじゃもう一回頼むやん、ベビースター。頼む頼む、もんじゃ食うわ、食いよった。でもさ、食べたね、食いよったわ。美味しいらしいね。うまい、美味しいね。うまい、家でやるより美味しいということを伝えております、ね、一生懸命家でやるよりはうまいらしい。そう、だから私はもんじゃを5個ぐらい食べたかったのにさ、うん、2個しか食べられへんかった。いや、2個が限界値やったやろ。なんか俺も食べたんやけど、あっさりやわらしい。他に関数あるやん。何やねん、あっさりやわらしい。なんて言ったか分からへんけど。まあこれな、ジューってして食べんねん。あれジューってして食べた、美味しいね。うわ、食べたもんじゃ、うん、食いたなって。あ、美味しそう。今深夜1時ぐらいだけど食べたくなってきたわ。暑かったって。いや、ほんまに猫舌のやつは行ったな。ほんまに暑いよな、これ。暑い。お餅が伸びてますね。あ、何今の。今なんか編集ミスって、あ、よく持ってきた。ストーリーであげたのが、今東京に来てますって。さっき母が東京駅でお見かけしましたって言ってました。親子でフォローさせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。声かけてよ、母ちゃん。母ちゃん、声かけてよ。でも言えるかもですか。男性の方ね、コメント失礼します。最近奥さんと夕飯の時に嫁ポンポンを見るのが日課です。一人で休日はコーヒー片手にタバコ、昼飯はサリメント、翼くん貸してます。ありがとうな、マジで。ありがとう。もっと俺化したかったら、前はね、左側をかけさす。東京楽しんでくださいって。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱこのヤニカスがゆえにね、時間を無駄にしている気がするね。いや、無駄にはしてるよ。東京階段多すぎ。ほんまに無理。心臓バクバク言うの久しぶりやで。俺にドキドキしてるという。絶対違う。階段とガリガリが多いのは多分。階段で移動してるから痩せてんだもん。港区らしい、これ。これが港区女子か。この辺で荒さ稼ぎしてんのが港区女子なんや。なんか心斎橋って感じ。一緒にしたら怒られるかな。心斎橋に謝れ。心斎橋に一点かやってか、なんか歌なかった。グランシャト。違う違う違う、心斎橋もあるやん。心斎橋がおまっせ。絶対グランシャト。じゃあグランシャトは知ってるで。俺もなんか金持ちになって港区の女子をたぶらかしたい。でも港区女子ってどう、おらなさそう。おらん、おらんやん。ガリガリやん。こんなたぶらかすことできない。そりゃ残念やな。これに来たんやで、翼くん。あんたが見たいって言ったんこれやで。これや。それ、そことかみんな、これアパート。これ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 。そうや。これ中にもなんか、まあ、お店あるわ。お店ある、すげえ。これなんか安藤忠雄さんの建築物なんやけど、ここはちょっと緩やかな坂になってるやんか。他の建物の通路も坂になってる。なんでなん、せんかったらいいやん。同じ傾斜になってる。あれ、そんなことしてる。かっこいいな。来たみたいな。すごいすごい。透明の牛飛んどったんやった。透明の牛なんかおらん。透明ってか、なんていうの。これか、これ、これ、これか。雪虫や。取れてるかな、白い虫。初めて見た、こんな虫は生まれて初めて。かな、めっちゃややこいぞこれ。なんか渋谷駅を越えなあかんから、ほら、この意味だからムーブかましとん。もう翼くんがさ、歩いていくとか言うからさ、後から絶対ゴタゴタ抜かすと思ったわ。翼くんが歩きたいって言うから、だから荷物持ったろかっていいとか言うやん。やぶしや、やぶし、ほんまや、渋谷、ほんまや。目的地に到着しました。到着しました。行ってきます。疲れた。普段ね、全然いそうにないところに来てるんですけど、でもない大人の人たちと挨拶して、意味わからんな。意味わからへん。意味わからへんけど、ペコペコしてんな、ずっと。ペコペコして。ペイペイとしてペコペコしていこうと思います。間違いないです。お願いします。はい、ありがとうございます。ハチ公前とかも全部スローで撮ってもらったらごめん。いや、ほんまな。気をつけてや。ほんまにそういうとこあるから。今からあの忘年会が終わって、今から代々木公園の方であのイルミネーションに行こうかって。よろしくお願いします。では参りましょう。これですね、見てください、これ。カラミちゃんから腕組みしてる。人が多すぎて怖い。人が多すぎて怖いとか言う。可愛いとこあんねん、やっぱり。ニコニコして
麗。綺麗な。スカイツリーちゃん。どれ？あれ。ラブホやろ。絶対ちゃう。本当だよね。こんな小さな家やろ。え？ほんまに言ってる？さすがに違うわ。ちゃうやん。濡れてるような。ああ確かに。ゴム引いたね。反射するようにかな。やから青の洞窟なんや。反射するようになってんねや多分。人、ほら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 。あこれすごいすごいすごい。か。この青やったらやっぱり高槻の駅も青やしね。それあれやろ。精神を沈めて自殺防止みたいなやつやろ。あ違う違う、性欲防止、痴漢防止やろ。え、そうなん。え、性欲が減退するから。高槻の駅をモチーフにしてんやろ、ここ青の洞窟は。高槻の駅を、駅は青いね。パクってるということですか。パクってんね。なんかみんな性欲ない、今少女出入り口でめちゃくちゃ抱き合ってるカップルおったって。あそいつはもうちょっと青の力を借りられへんか。それでも真っ赤に吠える、燃える、吠える猿、真っ赤に吠える猿ってこと。猿やっていいやん、若いの。え、絶対あるし、こいつ、まあ、たまにやあれ、うつさ、東京タワーじゃない。あ、なんかやってるわ、クリスマスマーケットや。あー、それヒラヒラを撮ってた。あんた近づいてきようね。うん、だから俺撮ってもらう。邪魔やない。あ、見てくれてるお兄さんありがとうございます。プリンください。ありがとうございます。え、どっちする、青か緑。青がカスタードになって、はい、緑が抹茶になってます。うわ、そんな分かるんや。いや、分かりますよ、一発で分かりましたよ。 TikTok で言われたのは初めてかもしれない。本当ですか。はい、僕見て一発で分かりました。嬉しい、ありがとうございます。食べましょう。ゲロでも落ちたもん、もうアイドルけど濡れてない。触ってみて。触るの嫌やから。ください。あ、タレな、タンのくせに。違う違う、レモンダレ。あ、タレ。そう、うん、食べていい。美味しい。うん、うまいね。うまいうまい。ずっと青白いな、顔。うまっ。祭りに来たら牛串食いたくなる。いや、ポテトの方が満足度高くない？もちもちロングポテトの方が。揚げ物やから。いや、なんか値段の割に量入って、これもう800円、これで終わりやね。いや、まあ800円ちょっと高い、はい、これる方が。うん、ほんまに軸飛ばしでお願いしていい？一回だけ軸飛ばし終わろう。なんだもうこれ絶対うつらしく